はいどうも、今日はディズニーシーのノースゲートに来ております。ノースゲートを出たところですね。さっきまでね、新浦安駅からタクシーでディズニーシーのノースゲートまで来てまして、これから舞浜駅に向かって歩きたいと思います。タクシーで新浦安からディズニーシーに行った様子についてはまた別途上げてますので、動画、ぜひ見てみてください。本日はね、3月21日土曜日午前9時半といったところですね。ディズニーが休園して約1ヶ月が経過してますけれども、この間休園延長が発表されましたね。4月の20日まで休園ということで、再開はそれ以降となりそうです。ちょっとゴールデンウィークまで、差し掛かるんじゃないかという不安もありますけれども、僕は淡々と再開まで待ちたいと思っております。この休園延長によって僕の誕生日ディズニーという計画が消滅したわけですが、まあそれはね、しょうがないと思います。かなりね、ウイルスというか今世界が大変な状況になってますので、こんな状況でね、開園してでもやっぱりあんまりこうみんな楽しめないと思うので、しょうがないと思います。ちなみにここ誰もいないな、誰も人いませんね。ここは誰も歩いてない、僕だけしか歩いてないですね。ちょっと運動公園右の方に見えてます。そちらの方には人歩いてますけれども、こっち側の道路には誰も歩いてないですね。僕だけになってます。この左手の塀の向こう側ね、オリエンタルランドの敷地内ということですね。その上にあれなんだっけ、リゾートラインが通ってます。今山崎パンのパンじゃない山崎パンのトラックが右通りましたね。バス見えますでしょうか。パンじゃねえバスでもないトラックですね。山崎パンはディズニーランド、ディズニーシー、東京ディズニーランドオフィシャルスポンサーになってまして、ディズニーランドだとイーストサイドカフェ、それからディズニーシーだとドックサイドダイナーが、スポンサーになってます。なので多分ね、今日はこのドックサイドダイナーかな、そこに荷物を届けに来たんでしょうか。今正面に見えているのが浦安の運動公園になります。正面のモニュメントみたいなものが岡本太郎さんが作成された、設計された躍動の門です。太陽の塔ですね、大阪万博の太陽の塔で有名な岡本太郎さんですが、こちらには躍動の門というものがあります。それ以外にもね、それ以外にもたくさんの作品があるので、浦安運動公園も意外と面白いです。ちなみに僕の美術の成績はですね、こういったモニュメントとか作る才能には全然長けてませんで、美術の成績は、中学の時に5を取ったことがありません。ちなみにこの運動公園ですが、駐車場が無料で使えまして、時間的には8時半から、21時半ということで、使える無料で使える、場所にもなってます。さっきなんで山崎パンのトラックが通ったんでしょうね。今は休園中のはずなんですが、ドックサイドダイナーとかにやっぱりパンとか納めに来るんでしょうか。それとも中にいるキャストの方にパンがお昼としてこう配られるのか販売されるのか分かりませんけれども、とにかく山崎パンのトラックが走ってました。まあ、山崎のパンって言ってもね、このディズニーシー、ディズニーランドオフィシャルスポンサーといえど、ただ普通に通ったっていう可能性もありますけれども、まあ、よくわかりませんね、そこは。右手に通っているのはワンちゃんです。ウェルシュコーギーかな。すごく可愛いですね。この道をずっとまっすぐ行ったところにはディズニーランドがあり、その右手にはエクスピアリと、それから JR 舞浜駅があります。今日はすごく快晴で晴れていて、とても心地がいいですね。左側に2台今バスが止まってますけれども、あれはね、東京ベイシティ交通というところのバスです。京成電鉄の子会社で 65% 京成電鉄が株を所有していて、オリエンタルランドも株 35% を保有している、そんな会社、東京ベイシティ交通の、バスです。千葉県の浦安市と、それから市川市に乗る線を持っているバスですね。もう舞浜近辺とか新浦安近辺に行くと、こんな緑と白のバスがいろいろね、東京ベイシティ交通のバスがすごい通ってますが、今日もね、やっぱりたくさん見かけますね。たくさん通ってるし、お客さんは乗ってるのか分かりませんが、たくさん移動しているのが分かります。昔ゲームね、東京バスガイドというプレイステーション2かなゲームがありましたけど、東京バスガイドと言いつつ、東京の都営のバスの運転手になりきれるバス、いろんなね、路線を運転できるバスシミュレーションゲームがありましたけれども、それはよくね、やってました。今正面に見えているのがオリエンタルランドの本社ビルです。休園中といえども、やはり人はいて、中に入っていく従業員の方がちらほらいらっしゃいます。それから従業員の方じゃなくて、まあなんとなくスーツを着た若い大学生っぽい人も何人かさっきから見かけてまして、多分あれは就活生なんじゃないでしょうかね。就活生がこのオリエンタルランドの本社ビルの方に、足を運んでいく姿も見られます。就活生もこんな状況で就活大変ですよね。かわいそうですよね。すごく合同説明会、大手の就職の会社がやってるような合同説明会もないし、特に会社ごとの企業の説明会も今自粛傾向だしね。で、OB 訪問とかね、OBG 訪問とかも対面でやれないで、なんかウェブとかでやるそうですよ。結構僕にもたまに依頼が来るんですが、そういったウェブでの面談でお話を聞くというのが多いそうです。右手に見えてますのがディズニーアンバサダーホテルですね。通称アンバと言われるホテルです。ただこれもディズニーアンバサダーホテル、ミラコスタとか、ホテルディズニーランドホテルとか、いろいろ合わせて4月1日から休館となるそうなので、まあ、こちらもね、残念ですね。すごく、お昼とかね、朝食とか食べに行ったりしてる方もいらっしゃったようですが、それも休館ということになります。ちなみにこのアンバというね、
あの略称ディズニーオタオ用語アンバっていうのをね、僕最初知った時全然理解ができなくて、なんでアンバって皆さん言うんだろうなと思ってましたが、そういうことなんですね。アンバサダーホテルの略ということで、アンバっていうとあの体操のアンバが出てくるんですが、皆さんどう思います？僕だけでしょうか？アンバっていうとあの体操のね内村選手がアンバでやってる姿がパッと出てくるような、そんなホテルですけれども全く関係ないですね。僕泊まったことないんですけれども、いつか泊まってみたいなと思っております。ちなみにあの先日ディズニーセレブレーションホテルの朝食を一人で食べに行くという企画をやったんですが、シンフォライスからバスに乗ってあのディズニーセレブレーションホテルに行ったんですが、ディズニーセレブレーションホテルもやはりディズニーホテルということで4月1日から、休館となるそうです。なのでね、皆さんにせっかく紹介したのにあの休館になってしまうということですごい残念なんですが、しょうがないですね。まあ再開を待つということしかなさそうです。この間あのオリエンタルランドの有価証券報告書というものを読んでみました。あの決算報告書ですね。オリエンタルランドが1年間どういうビジネスをやってどういう結果を残したか、売上利益どんなものを出したかというものがまとまっている有価証券報告書を、ね、読んでみました。結構面白かったですよ。ちょっとここで、ね、内容をご紹介していきたいなと思っています。なんかすごいスピードで今トラックが通過してきましたけれども、ああいうトラックというか、ああいうなんかショベルカー的なトラック乗り物ってよくスピードを出しがちだと思いますけれども、気のせいでしょうかね。すごいああいうトラックに乗るとスピードを出したくなるんでしょうか。すごいスピードでこの道を通っていきました。まあ いや、それでとりあえずオリエンタルランドの有価証券報告書を読んでみたんですね。そうすると面白いことが一個分かって、オリエンタルランドが保有している株っていうのがあの載ってるんですよ。どういう株を保有しているか、まあ、株式ですね。いろんな会社の株式を持っているんですが、いろんなその有名企業の株を持っていたので、今回どんなものがあるかご紹介していきたいと思います。まずね、交通系の株なんですが、こんな感じで持ってます。JR 東海、JR 東日本、電車系ですね。それから飛行機系だと JAL、ANA。こういったね、航空、それから鉄道系の株式が保有しているようですよ。やはり、いろんな遠方からお客さんを呼びたいということで、こういった会社の株を買っているようですね。やはり、遠方からのお客様もちゃんとこう、来やすいようにということで、こういった会社に投資してるんでしょうか。ちなみにあの全日空 ANA ですけど、これアナっていうとあの会社の人が怒られそうですよ。なんか ANA っていうのが正式名称らしくて、アナアナっていうとあの就職の面接とかではあんまり受けがよろしくないようです。これあの友達から、あの会社に ANA に勤めている友達から聞いた情報ですけれども、あのそういったことになっているようです。それから続いて金融系ですね。金融系は結構多くありました。主要なものを挙げてみますと、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、それから三井住友フィナンシャルグループ、あと千葉でいうと千葉銀行、それから京葉銀行かな。まあ、他にもありましたけども、主要なところではこういったところですね。今正面に見えているのがあのイクスピアリのところですね。こちらも閉まってます。イクスピアリも休園中ということで。こういった金融系も数多くあるんですが、確かあれですよね、ディズニーランドとかディズニーシーの中で ATM あのお金を下ろせるようになってますけれども、こちらは確か三井住友銀行かな、その ATM が入っていたと思われます。あとはね、金融系でまた銀行系じゃないんですが、あの保険系でいうと第一生命の株を持っていました。第一生命といえばのセンターオブジアース、それからビッグサンダーマウンテンの、オフィシャルスポンサーですけれども、まあ、こういったところの株も持っているようです。あとは、身近なところで言うと、キッコーマンですね。ポリネシアンレストラン、ポリネシアンテラスレストランとか、あとはレストラン桜。こういったところのオフィシャルスポンサーであるキッコーマン。それから、あとは松竹ですね。これはちょっと僕は初めて知ったというかびっくりしたんですが、松竹芸能かな、松竹の株も持っていました。こういったいろんな会社の株を持つことで、オリエンタルランドもね、そういった会社が投資して、そういった会社が成長して、そこから自分たちの利益というか、いろんな面で、リターンを得られるようにしているということが、有価証券報告書にはわかります。今すごいスピードでバイクが通り過ぎていました。ここはやっぱりね、スピードを出したくなる道なんでしょうかね。やっぱり広々というか、直進だしね、ずっとね、僕だったらスピード出しちゃうかもしれないんですが、ちょっとスピードにはちょっと苦手なところがあるので、あんまり出さないと思います。速い乗り物に乗る分にはいいんですが、全然好きなんですけどね、あのスペースマウンテンとか、ああいうのに乗るには全然いいんですけど、自分が操縦するというか、自分が運転する車とかバイクに、あと自転車に乗っていて、スピードを出すとなると、ちょっとね、あの自分の腕を信頼しないので、ちょっと怖いなというところが正直なところです。有価証券報告書なんですけどね、あの株主とか、まあ、いろんな人に対してこう説明をすると、自分たちの事業が今どうなっていて、これからどうしていくっていうところをね、ちゃんと説明する資料になってますので、オリエンタルランドの有価証券報告書ね、結構面白いですよ。例えば、外部環境に関するリスクということで、株式会社オリエンタルランドが発表しているものがあるんですけれども、その中のね、感染症といったところがあって、例えば今回のね、事態みたいなところが今起きてますけれども、
例えばね、今そのところの文章を読んでみますと、治療法が確立されてない感染症が流行した場合、一時的な入院者数の減少などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますという記述があります。やはりこういった感染症とかね、そういう流行に対して、こういう、自分たちの業績に影響が及ぼすことがあるよというのをね、あらかじめ有価証券報告書に記載がありました。普通有価証券報告書のこういった感染症っていうね、項目のところは読まないというか読み飛ばされる部分だと思うんですが、今みたいな状況になって改めて読んでみると、ああこういうの書いてあるんだっていうのをね、発見しましたので共有させていただきます。ちなみに感染症の項目の次にね、景気変動っていう項目がありまして、ここも面白いんで共有していきますと、どんなことが書いてあるかというと、東京ディズニーリゾートは過去日本経済が不景気であった際も安定した業績であったことから、東京ディズニーリゾートは景気の影響を受けにくいと考えておりますというふうに書いてますね。日本経済不景気でも今まで大丈夫だったんで、あんまり景気の影響を受けないという旨書いてます。まあただね、自分たちが経験したことないような不景気になった場合はそうじゃないよということが書いてます。まあグループの影響が出る、業績に影響出るかもしれないよというのが書いてます。まあこういったね、景気変動をあんまり受けないんだなっていうのもね、分かったりするんで、有価証券報告書オリエンタルランドのホームページからダウンロードできるので、もし興味あれば皆さん読んでみてください。舞浜駅に近づいてまいりましたが、今右手にあるのがイクスピアですね。地下のところのお店も全部入れないというか閉まってますんで、すごく寂しい感じがしております。イクスピアリという言葉の語源なんですが、体験を意味する英語、エクスペリエンス。これがまず1個。それからペルシャ神話に出てくる、まあ、優しい妖精さん、ピアリ。これからね、2つの言葉を掛け合わせて、イクスピアリという単語を作ったそうです。イクスピアリ。正面に見えてきたのが東京ディズニーリゾートウェルカムセンターですね。ちょっと今ウェルカムな状況じゃないかもしれませんが、エクスピアリは休園ということで入れませんので U ターンします。正面左手、ごめんなさい、右手に見えてくるのがサイゼリアです。イタリア料理サイゼリアですね。皆さんも行ったことがあるかと思います。僕もね、いつも行ったりするんですけれども、一番好きなメニューはと聞かれちゃうと、まあ困っちゃうんですが、ミラノフードリアかな、それからエスカルゴありますよね、が好きです。あとはドリンクバーでいろんな飲み物味を混ぜるというのを大人ですがたまにやったりします。ちなみにここのサイゼリアはですね、23時まで営業しています。ちょっと今休園中は分かりませんけれども、通常時は23時まで営業しています。それにしてもディズニー休園が約もう4月20日までということで、約2ヶ月ということになりますね。最初4月まで行くと思わなかったんですが、2月の28日にね、休園発表されて、まあその時は3月15日ぐらいまでということだったんで、まあ2週間弱ですかね、それぐらいの休園期間ということで、まあまあそんなもんかと思ってたんですが、まさかここまで伸びるとはというのをね、今ひしひしひしと感じてます。僕は2月の28日土曜日、ごめんなさい、金曜日、休園が発表された日にね、行ったんですよ、ディズニーシー。で、そこで見たファンタズミックがちょっとね、そこで最後になっちゃって、それもすごい残念なんですが、まあね、いろいろね、何があるかわかりませんね。ということで、舞浜駅に到着いたしました。人はまあ、まばらですね。そう、まあ、そう、いないことはないけど、少ないです。ちょっとこのままディズニーシー、ごめんなさい、ディズニーランドの方面にある、柵のところまで歩いてみたいなと思います。2020年の年明けですね、そのニューイヤーのやつ、僕はチケット当たって友達と行ったんですが、まさかその2ヶ月後、3ヶ月後にね、こうした休園でディズニーに行けなくなる時代になるとは思いもしませんでした。以前ご紹介しましたけれども、右側に見えてベックスコーヒーショップっていうのカフェとかね、その隣のクレープ、これもね今休業しています。クレープで一番何が好きですかと聞かれたら、それもまた困っちゃうんですが、まあ、僕はあれかな、クレープだったら、まあ生クリーム、バナナ、チョコ、バナナクリーム、生チョコ、なんだっけ、バナナチョコ、生クリームみたいな、そんなやつが好きですね。ディズニーランドに行く途中の道にはですね、柵がかかっていて、真ん中に江戸時代のような縦看板、お触れ書きみたいな、あんな感じで縦看板があります。ディズニーランドは現在休園しておりますという旨文章が書かれています。ということで今日はここまでとしたいと思います。Cからのんびり舞浜まで歩いてきました。ありがとうございました。